どうもこんにちは、整体院院長の藤村です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、腰痛の原因ということでお話しさせていただこうと思うんですが、今までですね、僕の動画を見ていただいた方は分かると思うんですが、腰痛の原因っていうのはやはり筋膜という膜を介してですね、腰以外のところにあることが非常に多いんですよというお話をさせていただいてました。で、今回はですね、筋膜っていうものが実は筋肉だけではなくてですね、違うところもつながっていて、その違うところがですね硬くなることによって、また筋膜を介して腰が痛くなってしまうっていうお話をさせていただこうと思います。で、じゃあ違うところってどこかというとですね、実はここですね、筋肉以外のところでもこの内臓ですねっていうのも実は筋膜でつながっています。なのでもしこの内臓がガチッと硬くなってしまうとですね、内臓も平滑筋っていう筋肉でできているので、例えば筋トレとかをした後腕がパンパンになって重くなったりとかすると思うんですが、内臓も負担がかかったりとかするとですね、非常にパーンと張って重くなってしまうんですよ。で、内臓が重くなってしまうとですね、例えば腸とかですね、腸とかそういったものは骨盤が下からこう支えているような構造になるので、内臓が重くなってしまうことによって骨盤、下から支えている骨盤にも負担がかかるので骨盤がずれてきてしまったりとか、あと直接こう内臓とつながっている筋肉ですね、筋肉もぐーっと引っ張られてきてしまって硬くなってしまったりとか、そういうことによって、骨盤とか筋肉に負担がかかることによってこう腰痛が起きてしまうっていうことも実はあります。で、結構この内臓由来の腰痛っていうのはお客様を見させていただけると本当に多いです。はい、で、どんな内臓が腰痛に影響しやすいかというとですね、この肝臓って言われる部分と、あと腎臓ですね、臓と言われる部分、はい、あとですね、腸ですね、小腸とか大腸、この辺りも非常に、腰痛の原因になりやすいです。あと女性でいうと子宮とか、男性でいうと膀胱の辺りとか、膀胱、この辺りはちょっと腰というよりもお尻側の痛みに影響しやすかったりとかします。で、これもなぜかというと本当にこう筋肉と内臓がつながってたりとか骨盤を圧迫してしまうからっていうところなんですが、こういった臓器ですねが特に硬くなってしまうと、腰痛が非常に起きやすいので、ご自身の原因でやっぱり肝臓とか腎臓とか腸、子宮、膀胱が硬くなってしまうのは普段の食生活だったりとか、そういったところの生活習慣が非常に関わってくるので、規則正しい生活が大事かなと思います。はい、ですので、本日はですね、腰痛の原因っていうのは実は筋肉だけではなくてこの内臓っていうのも、非常に影響してきやすいんですよというお話をさせていただきました。また次回ですね、こういった肝臓とか腎臓とかがどうしてこうどのように腰痛を引き起こしているかっていう詳しいご説明もさせていただこうかなと思いますのでお願いいたします。はい、それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。